強行機兵用のピッケルハウベを着用したオットーフォンビスマルクピッケルハウベハウベは19世紀から20世紀にかけてプロイセンを中心としたドイツの軍隊及び消防や警察で用いられ時にはドイツ帝国の象徴とされた頭頂部にスパイク状のかしら率がついたヘルメットである19世紀後半にはドイツ諸法の軍隊だけでなくロシア、コロンビア、チリ、メキシコ ポルトガル、ノルウェー、スウェーデン、イギリス等の国が同様のものを採用した。そして、イギリス軍やスウェーデン軍では、部隊によっては現在でも、儀礼清掃にスパイク付きヘルメットを着用している。また、イギリスの熱帯用防具用ヘルメットや、警察官用のカストディアンヘルメットのデザインのもとにも、なった。バシネット中世の頃には、バシネットから発達したカブトが、 ベキルホーブ及びビックルフードに変化し、ピークルハウバと呼ばれるようになっていた。この中世に存在した最初のピッケルハウベは、綿光を取り外すことができるタイプの重々しい金属製カブトであり、主にハイク兵やキバヒナワ重兵に使用された。また、19世紀初頭の追気公兵が似たようなヘルメットを使用している。近代的なスパイク付きヘルメットが、 プロイセンで発明されたかどうかは定かでない。同じ頃、ロシアでも同様のヘルメットが開発されており、その魔法であるのか、あるいは別個に考案されたものであるのかは不明である。このロシア製ヘルメットは、スパイクの先端にプルームをつけられるようになっており、プロイセン軍でも後に、召喚等の儀礼清掃には同様の飾りをつけるようになった。一説によると、 フリードリヒビル・ヘルム4世が1842年、ロシアを訪問した際、サーリの机の上に置いてあったロシア軍のスパイク付きヘルメットの試作品を見て、それが中世のヘルメットに似ていたため、中世に憧れるロマン主義者として名高いフリードリヒビル・ヘルム4世は、とても気に入り、すぐにこのヘルメットをプロイセン軍に導入したと言われている。一方、 バイエルンの消防ヘルメットが元になったという説もある。ピッケルハウベを持ったフリードリヒビルヘルム4世、プロイセン国王、フリードリヒビルヘルム4世が1842年の直令により、軽機兵、市長兵及び、槍騎兵を除くプロイセン軍部隊用に、新しいヘルメットを制定した。このスパイク付きヘルメットは、ピッケルハウベと命名され、1843年から支給された。 ピッケルハウベは他のドイツ諸法にも急速に広がり、1849年にオルデンブルク、1870年と1887年にバーデンで採用され、従来の社工房にとって変わった。バイエルン王国は1886年、ドイツ諸法としては最後に、それまでのラウペンヘルムに変えて採用した。また、プロイセン等の警察にも採用された。 フロイセン軍部隊の中でも、当初は採用しなかった、市長兵は1903年に、社交棒からピッケルハウベへ切り替え、やりき兵は1867年に従来使用して、北ポーランドやりき兵風のチャプカをピッケルハウベの変形タイプに変えた。一方、狙撃兵と両兵は1854年から、再び社交棒を使用した。 1842年式ピッケルハウベを着用した1850年頃のプロイセンコノエ両兵。両兵がピッケルハウベを使用した期間は短く、1842年式しか使用していない。ランゲンザルザの戦いで攻撃を受けるプロイセン砲兵。手前では不評が攻撃を防いでいる。基本的なピッケルハウベは、硬質比較を黒の光沢に仕上げ、 円を金属で補強したもので、頭頂部に金属製のスパイクがついていた。初期のものは頭頂部が高かったが徐々に低くなり、頭形型になっていった。1867年式では重量軽減を図って前後のしころとまびさしを小さくしたが、軽量化には寄与しなかった。スパイクと共にピッケルハウベの特徴として、木につくのは、ところ属する連帯や衆。 剣を表す前面の装飾版である。プロイセン軍では翼を広げた和紙のデザインが用いられ、バイエルン、ビュルテンベルク、バーデン等多の州では異なったデザインの装飾版を用いた。また、ロシア軍ではロマノフの総当の和紙であった。ドイツの軍用ピッケルハウベの左右にあるアゴヒモト付部には、右側にドイツ帝国を示す黒、白、赤、左側に、 各両方を表す、色の円形状が付けられていた。1892年、薄茶色の布製カバー M1892 被服が正式化され、演習や実践用に全てのピッケルハウベに標準装備された。この覆いは汚れを防ぐとともに、金属部品が反射するピッケルハウベの視認性を低下させるのに役立った。 カバーの全面には赤字で書かれていたが、1914年からは緑色に変更された。ただし、プロイセンキン衛兵は大いに何も表示しなかった。1916年、生地の色が緑灰色に変更されたが、その頃にはスチール製のシュタールヘルムが多くの部隊に標準配備されていた。1914年までは、 すべてのヘルメットは革製だったが、戦争が進むに従い、ドイツの革の備蓄が減少した。南米へ、特にアルゼンチンからの大規模な輸入の後は、代替材料による戦時急増型が製造されるようになった。1915年には、スチールの薄板製のピッケルハウベが製造されたが、さらに大量のヘルメットが必要とされ、 圧縮したフェルトや紙を使ったピッケルハウベも作られた。ドイツ帝国の円形賞。上段左から、ドイツ帝国、プロイセン王国、バイエルン王国、ザクセン王国、ビュルテンベルク王国、バーデン大公国、ヘッセン大公国,国、メクレンブルクシュベリーン大公国及び、メクレンブルクシュテレリッツ大公国、オルデンブルク大公国、ザクセンバイマルアイゼナハ大公国。下段左から、 ブラウン・シュバイク広告、アンハルト広告、ザクセンショ広告、リッペ広告、シャウムブルクリッペ広告または、ブレーメン自由ンザ都市あるいは、ヘッセン大広告略防用、バルデック広告、シュバルツ・ゾンデル広告、シュバルツ・ルード広告、ロイス・エル・テレリーニェ広告及び、ロイス・ユン・ゲレリーニェ広告、リューベック自由ンザ都市。プルーム付きのピッケルハウベを着用した、ビルヘルム2世左から、 プロイセンの不評、槍気兵、強行騎兵。異なったタイプのピッケルハウベを着用している。プロイセンの警察官用、ピッケルハウベ兵種によっては基本型のピッケルハウベとは異なるヘルメットを使用していた。その中には、ピッケルの付いてないものもあったが、総称して、ピッケルハウベと呼ばれた。チャプカ、編集、オーシャッツ第17槍気兵連隊の1867年式。 チャプカヤリキ兵は、ナポレオン戦争以来ポーランドヤリキ兵風のチャプカを使用してきたが、1867年の改正により防隊がピッケルハウベと同様のものとなり、その頭頂部にチャプカに似た四角い高月のようなカシラリズをつけた。このタイプのヤリキ兵用ヘルメットはピッケルハウベの一種と言えるが、名称はチャープ子が引き続き使われた。 第一次世界大戦中のヒンデンブルクとルーデンドルフ第一次世界大戦が始まるとすぐにピッケルハウベが残豪戦で要求される厳しい条件を満たさないことが露見した。革製ヘルメットには断片や破片を防ぐ効果がなく着用していた兵士は頭部に負傷することが多かった。さらにスパイクが残豪の上に出て隠れている兵士の位置を暴露した。そのため 1915年にはスパイクを取り外せるタイプが現れた。しかし、1916年には断片防御性能が高いシュタールヘルムが採用され、ピッケルハウベは徐々に前線では使用されなくなり、冷蔵用とされた。1918年、ドイツ帝国が崩壊するとピッケルハウベは廃止され、警察も車工房を採用した。一方、シュタールヘルムは改良され、 第二次世界大戦でもドイツ軍で使用された。ミュンヘン一期裁判時のルーデンドルフとヒトラーら被告人ピッケルハウベは第一次世界大戦終了後も在京軍人会の集まり等で退役軍人たちにより着用されており、大統領時代のパウルフォン・ヒンデンブルクやナチスと共に政治活動を行っていた頃のエーリヒルーデンドルフが公式の場で着用している姿が記録されている。 第一次世界大戦中の反独プロパガンダのポスター。キングコングにピッケルハウベを被らせることによりドイツを連想させている。スパイク付きヘルメットは他の国、特にイギリスにおいてはドイツ帝国を象徴するものである。これは第一次世界大戦中のイギリスにおける反独プロパガンダのポスターにドイツ帝国軍を示唆するものとして描かれていたためである。 2006FIFA ワールドカップドイツ大会の際、ドイツ国旗の色である黒、赤、金等の色に彩色されたプラスチック製のピッケルハウベが応援グッズとして売られていた。しかし、これは特別な例であり、ピッケルハウベに対して未だに良くない印象を持ち続けているドイツ人もいる。ロシア軍のスパイク付きヘルメットは、スパイク先端にプルームをつけたものだったが、一部の 部隊では後に廃止された。スパイク先端は、昇級から生えるような形になっていた。1862年には、ロシア軍の一般部隊では着用されなくなったが、この影響高級兵連隊と憲兵隊では1914年まで使用され続けた。また、20世紀初頭には、ブロードで作られたバデイノブカが、赤軍の聖望として使用された。 クリミア戦争のイギリス銃騎兵旅団長、スカーレット准将。姿勢のピッケルハウベ風ヘルメットを着用している。イギリス陸軍では伝統的にドイツの軍服を参考にすることが多かった。そのため、19世紀前半のイギリス陸軍では軍防の更新が頻繁に行われていたが、それらの改正にもドイツの影響が多く見られた。 そのような中で、1842年に、重機併用としてスパイク付きの全金属製ヘルメットが採用された。さらに、1871年に、不屈戦争でプロイセンがフランスに勝利したため、ピッケルハウベは1870年代のイギリスで、作られたヘッドギアのデザインに大きな影響を与えることになり、ホームサービスヘルメットやピスヘルメットの元になった。しかし、 この頃には各種の略装や戦闘服が使われるようになり、アルバートヘルメットやホームサービスヘルメットと合わせて着用される軍装は冷装用とされるようになったため、これらのヘルメットも使用される機会は次第に少なくなり、現在ではフルドレス用の帽子として限られた将兵のみが公式な儀式の際着用するようになっている。一方、ピスヘルメットは 多くの派生型が生まれ、軍用だけでなく、官用や民間用としても広く普及した。そして、ピスヘルメットは現在でも、世界中で幅広く使われている。ブルーズロイヤルズ連隊兵士、1842年に、王室機兵隊用に、プロイセンの強行機兵用全金属製ピッケルハウベに似たヘルメットを採用した。これは、プロイセンまたは、 ロシアの試作品を参考にしたものであるが、正式化は両国より早かった。このヘルメットは当時のイギリス君主であったビクトリア女王の夫であり、ドイツのザクセン公ブルクゴータ公国講師であったアルバート公からアルバートヘルメットとも呼ばれた。ライフガード連隊は白、ブルーズロイヤルズ連隊は赤のプルームをつけ、略装時は取り外すことになっていたが、同じ頃には 各種略防が採用され始めたため、プルームがない状態での使用はあまりなかった。1847年からロイヤルスコッチグレー連隊以外の流キャヘイ連隊でも、このタイプのヘルメットが順次採用された。現在では、フルドレスを着用する将兵は限られており、その中でアルバートヘルメットを着用するのは王室騎兵隊と、かつてアルバートヘルメットを採用していた。 竜騎兵連隊と第一クイーンズこのュー騎兵連隊の軍楽隊である。これらの部隊によって、現在でも公式な儀式の際に使用され続けている。王立電機、機械技術軍団用のホームサービスヘルメット。1878年、この F 不とフュージリア連隊及び一部のスコットランド連隊を除く、不評連隊と、市長兵で使用されていたフランス式の社交帽が廃止され、 スコットランド連隊を除くこれらの部隊と工兵は、プロイセン風のスパイク付きヘルメットを採用した。このヘルメットは、ホーリンサービスヘルメットに対して、ホームサービスヘルメットと呼ばれた。ホームサービスヘルメットの形状は、頭頂部が高く、プロイセンの1842年式あるいは1856、1857年式といった、古いタイプのピッケルハウベに似ている。 材質はコルクに布を貼ったもので、布の色はほとんどの連帯が紺色である。1881年、砲兵はカシラリズをプロイセン砲兵と同様の先端が球状になったものに変更した。そして砲兵と市長兵も後にこのタイプに変更した。これらの兵種は馬を引くことが多いので、スパイクで馬を傷つけないためである。ホームサービスヘルメットを採用した。 不評連隊のうち、軽不評連隊とライフル連隊のヘルメットカバーは、能力色であったが、ライフル連隊は1890年にバスビエ変更している。現在でもホームサービスヘルメットを着用するのは、フルドレスを着用する部隊のうち、かつて採用していた連隊の軍楽隊ということになるが、中には、軍楽隊あるいは軍楽隊内の役職者だけ、 他の将兵と異なる帽子を着用する連帯もある。これらの部隊によって、現在でも公式な儀式の際に使用され続けている。現代のイギリス警察官用、カストディアンヘルメットホームサービスヘルメットは、警察官も使用するようになり、カストディアンヘルメットと呼ばれている。独自の変遷を経て、現在でも、イギリスやその旧植民地において一部の警察官が使用している。 詳細は、ピスヘルメットを参照ロイヤルウェールズ、連帯軍学隊のコートメジャー。初期型フォーリンサービスヘルメットを着用している。ホームサービスヘルメットと同じ頃、熱帯予防予防として生まれた、ピスヘルメットも、古いタイプのピッケルハウベをデザインの模範としていた。イギリス軍では、ピスヘルメットを、海外勤務用に使用し、フォーリンサービスヘルメットと呼ばれた。 フォーリンサービスヘルメットには、ホームサービスヘルメットのように、頭頂部にスパイク、全部に帽子がついたものもあった。カーキ色の布をかぶせたものは、その頃さかんに行われた植民地戦争に戦闘棒として使用され、白色の布をかぶせたものは、国書地域の清掃用として使用された。現在では、軍楽隊の役職者や、 海兵隊が白色のものを清掃用として着用している。ピソヘルメットは、その後、ウーズレーパターン、インディアパターン、フレンチ等の使いやすく改良されたものが生まれたため、民間にも広く普及した。この改良型は20世紀の戦争にも適用できるものであり、ウーズレー型が第1次世界大戦から、インディアタイプやフレンチタイプが第二次世界大戦から使用されている。 ピソヘルメットは世界各国の軍隊にも採用され、ドイツ軍でも植民地警備部隊や海軍の防雨予防、第二次世界大戦では陸軍のアフリカ戦専用として使用された。現在でも軍、民問わず広く使用されている。軍隊や警察で使用されるピソヘルメットにも法輪サービスヘルメットと同様にスパイクや防子がついたものがある。 工具警察官聖防戦前の工具警察官が聖防としてピッケルハウベを着用した。この聖防のスパイクは先端が尖っておらず、柔た座に似た飾りが乗っていた。ピスヘルメットは初期のタイプが明治20年に海軍で夏略防として採用されたが、大正3年に廃止された。陸軍では同じ大正3年に研究を始め、 大正12年にフレンチタイプのピスヘルメットを防具予防として採用した。また、海軍では廃止後も将校が死没のピスヘルメットを使用していた。海上自衛隊の幹部用防具予防はフレンチあるいはインディアパターンに近い方のピスヘルメットであり、現在も使用されている。アジアでは、新潮新大陸軍や大韓帝国軍、満州国軍などが採用した。 現在でも、スウェーデンのこのエレン隊、ポルトガル共和国親衛隊、チリの士官学校と軍学隊、コロンビアの大統領護衛大隊と士官学校、ベネズエラ及びエクアドルの士官学校でパレードや儀式の際、ピッケルハウベを使用している。また、ヨルダンハシミテ王国の交通警察も、ピッケルハウベ型のものを使用している。ルーマニア保安隊基盤部隊は、 白のプルームがついた19世紀後半タイプのピッケルハウベを儀礼清掃の際着用している。14から15世紀頃、ドイツで作られた兜で綿口が跳ね上げられるようになっていた。ABC 馬の縦紙製の飾りケーキ兵はバスビーを使用し続けた。オーストリア流騎兵風のヘルメットでバイエルンでは他兵家も使用していた。ボイルドレザー、タンニン等で舐めすのではなく、 皮を茹でて、硬く仕上げたもの。黒、赤、金の国旗は、バイマル共和国とドイツ連邦共和国、ドイツ民主共和国で使用されたものである。ドイツ帝国の国旗は、上から黒、白、赤の配色であり、ナチスドイツの国旗も赤字に白丸、その中心に黒で、ハーゲンクロイツが描かれるという、ドイツ帝国国旗を意識した配色となっている。 J.B.R. ニコルソンザ・ブリティッシュ・アーミー・オブ・ザ・クリミア、オックスフォードオスプレイ・パブリッシング PPP61, ISBN 9780850451948ABC 現在では、フルドレスを着用するのは、王室機兵隊、この絵師団、王立機馬砲兵の将兵及び、各連隊の軍楽隊と規定されている。王室この駅は連隊と統合されて、 ブルーズロイヤルズ連隊となった。ロイヤルスコッチグレイ連隊はベアスキンを使用していた。イギリス陸軍では竜気兵は銃気兵に分類される。車工棒を使用していたスコットランド不評連隊は他のスコットランド不評連隊が使用していたフェザーボネットに切り替えた。砲兵は1855年、工兵は1857年に車工棒を廃止し、 景気兵と同様のバス B を使用していた。市長兵は1888年。ライフル連隊のバス B は景気兵が使用するものより小型のもので背も低い。日本の兜の部品。星兜や筋兜の頭頂部にあるてっぺんの穴を装飾する。ありがとうございます。